選手が先頭に躍り出ました。やっぱり先輩を立てないといけない。なるほどね。ポールポジションの中島大輔選手が若干スタートが出遅れまして、今1コーナーから2コーナー通過をしていきます。さあこれからですね、息を止めて走ると、本番は息を止めると言っておりました。この SG 結構松浦選手慎重に、あららららこれさ、自分の音がちょっと聞こえづらいんだけど。あ、そうですか。喋りすぎですか僕が。いや違う、エンジン音が聞こえない。エンジン音が、あ、本番はもっとね、背中でエンジンがうなりを上げてますからね。エンジン音とともに走っていくわけですね。さあデグラーカーブに入っていきます。デグラー、あー、中島大輔選手も、中島、あ、松浦選手も、コウスケさんが最初にスピンをして、横転してますね。今カメがいた、カメがいた、カメ避けたの。あ、どうぞあの先輩先に行ってください。まずは皆さん、あのカメが出てきたら普段の道で、急ハンドルをしないでください。車が横転します。松浦さん、横転はやめてください。ね、あとね、北海道だから雪が降ってきたとかそういうこともなしですよ。鈴鹿ですからね。はい、松浦選手がまたヘアピンで先頭に出ました。え、これ大輔に先に行ってくださいって言われたってことは、まあ、最後に抜かれるパターンですか。まあぶっちぎっちゃえばいいんじゃないですか。さあそしてアイルトンセラが神を見たと言っておりました。スプーンカーブ、スプーンカーブの1つ目から2つ目、わー、松浦康介またスピン。真面目、もうちょっと自分の音量が聞こえないと分かんないんだけど。そうなんですか。ちょっと音量を上げてあげてください。できればいいですか。
して今まで見たことない皆さんに手伝ってもらって今松浦選手も押したい感じだよねそこいやすごいねこれいやびっくりしましたタイヤバリアの上にね今ずっと見に行く見に行く2個目の立ち上がり